もう一つ、あの北陸新幹線延伸前原ルートについてなんですが、これ馬場代表は前原ルート再検討見直して、あのもう一回注目していくのがいいんじゃないかとおっしゃって、吉村知事は若干ちょっと、消極的な印象を受けるんですが、あの横山幹事長はどういうお考えでしょうか。あの協議自体を否定するものではもちろんありませんし、ただあのこれは大阪府や大阪市、まあ、自治体としてはこれまでの経過の協議の中で基本的に、オバマルートの協議で進んできたと認識してますし、一刻も早いこの北陸新幹線の開通をオバマルートのもとに進めていただきたいというのを、あの過去ね、かつてこれまであの主張してきたところですので、あの機関としてはオバマルートを進めていくという認識です。ただあの事業費がかなり高騰していたり、その B/C ですね、あの費用対効果の部分で非常に厳しい数値が出ていたりというのは、これはあの客観的事実としてあの見つめていかないといけないところですので、そこも踏まえてあの前原ルートや引き続きオバマルートの協議をしていけばいいかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。はい、川島、あの暑かったですね、来ていた、暑かったですね、ずっとあれずっと取材されてたんですか、横田さん、あの演説一緒になったじゃないですか、あの連日入ってます、行ったり来たりしてます、ね、最終日だけじゃなくて、あれは最後の日、あれは最後の日だけ、むちゃくちゃ暑かったですからね、あの夢しは持った姿ですから誰か止めてはい